はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ホームだと結構気に入ってるんでね、引き続き使っていこうと思います。相手の人300位ぐらいだったから結構、まあいい順位にいる感じだね。で、僕この試合ね、やっぱ4体選出になるか。バドレックスを見るためにポリゴン2、ザシャンを見るためにホーナット、サンダー見るために無限ダイナ、ガブ見るために、あ、5体選出だな、無動。ゲロゲーはね、ナットでまあ見たいかな。っていうところで、ナットから入っておくのがまあ割と丸そうではあるが、まあガブはポリッツでも見れることにするしかないか。まあそういう意味だと、無動は無理して投げる必要はないかな。まあナットホーって投げて、いやー、それどう考えても黒場の重いんだよな。そこでまあ、ポリツを持っていきたいが、サンダーがちょっと重すぎるか。サンダー考えると僕、ダイナいないとダメだね。相手、多分ゲロゲー。いやー、これわかんないな。ナットから入って、ポリツダイナとかじゃないかな。ザシャンナットで見よっか。ちょっとこれで、まあ無理めな選出なんだけど、ザシャン来ない方を狙うしかないんじゃないかな。結局4体選出か。これちょっと重たいな、さすがに重すぎ。まあ初手ゲロゲー1点読みで僕ナットから入ってるんだけど。ガブから来る。これは割と僕、騎馬ケアしたいんだけど、技構成次第では僕ここナットで突っ張って、こっちの展開にしたいんだよな。騎馬ないと思うんだよな。岩技の方が入ると思うんだよね。ほう、考えると。オッケー、裏に宿り木から通る。バドから来る。これでかいね、試合展開的に。相当、いいスタートを切れたと思うよ。で、裏的にポリツ僕結構刺さってるから、選出は多分割と当てれてて、で、まずいのはトリックが飛んでくる場合かな。ただ、匠に対して守ると結構僕、ディサードだから、それはしたくないんだよな。間離してここ匠いるか問題あると思うけどね。ザシャン考えると僕絶対、ナット残さなきゃならないから。いや、ただダイナナットって言えば多分そこそこいけるんだよな。もう早めに引いとくか。1サイクル目だし。釣ってないのは OK。で、嫌なのはトリックだけど、いやー、ポリツがちょっと、バドレックス受けとして機能しなくなると、それはそれで困るんだよな。あー、でか。一番いい、あれだわ。ゲーム展開になったわ。で、ここ当たしてガブ飛んでくるの全然構わないから、3体目を読んだ強気な動きをしていきたい。イカサマでバド死ぬから、引かなきゃいけないはずなんだよね。まあ、通したい技といえば電磁波だけど。あ、じゃあ、放電だけど。ガブ引きは見てから、レイビーでいいな。一回放電かな。引いて、ガブ投げてくるんだ。へえ。それあんまりちょっと予想してなかったけどな。僕のここイカサも割と一貫してたと思うけど。まあ、対面からだったらポリツ断然有利だから。ステロ巻きに来た。タスキガブかな。タスキガブあったとしたらイカ様を一回事前に入れとくのがめちゃくちゃでかかったと思うんだけど。硬すぎんだよな、こいつ。4枚弱点なんで。来たー ゴッド。オッケー。これでポリ削らずに、まあ、ステロ分だけで済むから、それは全然いいかな。ダシアン。ここにね、本当は放電を刺したかったところではあるんだけど。不当の剣。まあ、こいつも凍るほど、そう都合いいこと起きないから。ここだよな。相手視点、格闘一貫してるんだよな。一回ダイナ投げるか。いやー、結局あれか。ちょっと、ザシャンが重い選出になっちゃったね。で、僕多分ダイナいらなくて、これ、砲を投げてるのが、正解っちゃ正解だったんだけど、致し方ないかな。あ、オッケー、インファから来るのでかいね。
で、これね、相手のザシャンが最速だと全然全部話変わってくるんだけど、僕もダイナが早い場合がまあまあ困るはずで、この技、きついんですよ、相手。これ、あっとらな。だからこれはステロがちょっと重いかな。バド飛んでくるか。ただ僕これね、ポリツが相当一貫してるから、ポリツ大事に行けば多分、そんなにきつくないゲーム展開持ち込めると思うんだよな。で、ここをショック打ってくるかどうかみたいな話だけど、まあ、ナットは削れないかな、さすがに。たくんでくるんだったらね、いや、たくんでくるんだったらそれはそれで、結構ことなんだけど。とりあえずポリ引き、まあこれは見え見えかな。トリック。チョリック。スカーフ。ただこれはこれでさ、どうなんって気はするけどね。ザシャンがっつり削るけど。引くしかないよね。ガブ。ガブとりあえず処理できる。これで僕ダイマックス切った瞬間にそんなに重い展開にならなくて済むから、ちょっとまあやりやすいかな。あとまあバドにどうやって隙見せずにゲームを組み立てていくかみたいな話だと思うんだけど、僕ダイマ残ってる分スカーフ再生しちゃってもそんなにまずくはないんだよね。ここね、ナットに引きたいな。めちゃくちゃナットに引きたいな。インファ飛んでくるのまあまあ痛いんだけど、僕どうしてもね、ここね、ナットに引きたい理由あるんだよな。ナット引くわ。多分インファ飛んでこない。さっき僕ダイナに引いてるっていうのと、直のナット引きって僕怖くて取りにくい高だと思うんだよね。だから、居住、一回、あ、OK。打ってくるかなっていう、願望がありつつ。トゲ入る。ここは守ってヒットポイント確保でいいかな。ザシャン的には多分インファで突っ込む場面だから。これ見てから相手インファで間に合うから。ここバド引きはないと思うんだよな。あ、OK。剣舞やめてね。それだけ本当にまずいんだけど。OK。これだいぶでかいな。ただ、ナットでダイマ切った場合だよね、問題は。問題はナットでダイマ切った場合で。バドが多分止めれないんじゃないかな。バド考えると僕ダイマ残さなきゃダメだよな。宿り木とか打ちたいけどな、割と。いや、宿り木はでも焼け石に水か。打つなら茶色。ここダイマ切ったとして、バドの餌にされちゃうのまずいけど、ダイマ切られるとちょっときついか。多分こう突っ込むしかないな。削って、いや、ダイナでも僕 S 早くないから、これやる気だな。引いた。引くなら、まあこれが一番アド取れるかな。で、こだわって、てるからおそらく匠ないバドだと思ってよくて、これでもね、僕まあまあヒットミート確保できるのと、ポリツ引きに対してアストラルビットとかダイアーク打っちゃうとめちゃくちゃ相手ディサードだから、それはやりたくないはずで、ザシャン帰ってくる分には構わないかな。納豆ヒットミート確保できるんだったら全然 OK だから、ここ守っていいと思う。多分ここザシャン引く理由、引くか。まあ、ポリツ引きにも、どっちにも強いもんな。で、このザシャンが、剣舞してくるかどうかとかにもよるんだけど、ナット今から突然畑を落とす、覚えない。畑きたいんだよな、めちゃくちゃ。ここ。まあ、スチールを切るっていうのは一個あるね。だからこれさっきと同じ場面に戻っただけなんだよな。
特に解決してない。ただコインファは一回耐えるはず、おそらく。ただ耐えたところで感は否めなくて、ドリゲ突っ込む。ダイナ引く。いやー、ダシャンが重いか。ナットじゃなくて、ホーだったかな。耐えない。これ耐えない、耐えないのちょっと困ってしまって。特化ってことでしょ。あ、プライチャー耐えないんだっけ、まあ、遅いワンチャン。いや、そんな遅いわけないな。いや、やっぱ受けに回ると、戦術がきつくなるね。どうしても。ここまあ僕も早い台なケアが一回あるはずだから、放射だった場合とか考えると、マジフレ打ってきたいんだけど。引かないか。無理だな。インファに対して、ダイナ引いてたとして、あとが続いたかって言われると、ちょっと諸説か。戦術重いな。戦術が難しいな、マジで。受け6マジで戦術成立しないな。ちょっといいダイナをワンチャン活躍させれないかなと思ったんだけど、これがマジできつい。結構落ちく。まあしょうがないかな。じじ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。ねさっきの試合どう噛み合ってもなんか僕無理だった気がするんだよな。じゃあ相手なんかレアコイルとかいうさ超おもちゃポケモンいるんだけど、僕ダイナ投げるか。ホーダイナと1かな、戦術で。ホーダイナ投げとけばイベルにも結構強めだから、まああと多分ラッティをどうするかと、ギャラが重いかな若干。まあナット投げれば解決するけどな。ホーダイナと戦術以外多分なくて、メビッキュがめんどくさいと思うんだったら、まあダイナから入っとけって話だね。もしくは、まあ、ほうから入る理由も別にそんなないけどな。ただ、まあ、ほうか。さすがに。この戦術で。初手のミミッキュだけちょっと、まあ、鬱陶しいけど、僕多分ダイナそんなに、重要じゃない。まあ、初手、本当はダイナから入りたかったんだけど、エアコイルならまあどっちでもいいや。スカーフトリックしてくんのかな。まあ、ヘドロ渡せるなら全然別にいいんだけど、ダイナスカーフだってそんな弱いわけじゃないから、マジフレ一生打ってるだけでそこそこ強いからな。まあでも真面目にこのゲームやろうと思ったら多分受け6はないんだろうな、このルールは。特にこのルールは多分ないんだろうな。選出画面で何も成立してない感が否めなくて、まひないで。うん、さすがにね。で、引きに対して何が一番刺さるかだけど、まあ、ザシャン引きが目に見えるかな。ミミッキュ出てきても鬱陶しいし、マジフレ押しちゃうのが多分いいと思うんだよな。とりあえず、ここ、相手がバカで放電で突っ込んでこない限りには、全部マジフレでいいから。うん。結構入ったな。C 別に振った覚えはないんだが。壁。それは構わんけど。あーならこっちもチンタラ行くか。何がめんどくさくなる。あーでも受け切れるっちゃ受け切れるか。だからまあザシャン勝たしたいでだるいか。身狩り残せるなら残したいからな。リフレクターは別に貼られてもそんなに脅威ではないから。でマジフレ一回入ってるから多分ね、身狩り絶対残るんだよな。引いた。ギャラ。あー、まあ、毒刺したいは刺したいか。できるなら。まあ、運じゃないか、一回。まあ、これでも僕多分ナットで見ればいいかな。で、頬で大魔切って雑誌の処理すればいいから、多分大丈夫。ワイバっても反動プラス大バーンで死ぬでしょ。ラムギャラだけやめてほしいな。ラム。
待ってくる。誰を切らなきゃいけないかっていう話をしなきゃいけないかな。まあ、どっかで一回ね、鳳凰ナットって順で引ければ、大ストリームに対して、ナットを投げれる話ワンチャンあるんだけど、滝は耐えるくない？待ってもさすがに。あ、でも HB じゃないから無理か。まあ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 、しょうがない、しょうがない、しょうがない。だレアコイルあの HP でしょ？そんなに僕重要じゃないと思うんだよな。ダイナ。いや、サンダーのこと考えてさ、僕ダイナ D に振ってきたんだけど、どう考えても HP の方が強い。いや、ギャラドスのことを考えて、このゲームを論じるのはやめよう。何も緑がない。再生をしたいけどな。ラムギャラでしょ？耐久振ってるかな。だから、頬を削っても僕ちょっとあんま美味しくないよな。あ、待って、再生、嘘。あ、全然いいよ。それ全然いい。え、これあれだな。リュウマイ挑発。あと、水飛行でしょ？多分、技構成。アースがとりあえずないから、で、僕の間多分 HD ってバレてないから、突っ込めるな。まあ、マジフレで突っ込んでいい話はあるけどな。いやー、ここ、頬を引きて、ストリーム絶対飛んでこないもん。一回頬を引こう。頬を一回引いて、てかね、頬はね、サイクル戦になるとやっぱ強いんだよな。そういう意味だと、その、いかに禁電、ねえ、なんで滝でお前突っ込んで、どうなってんだよ。この技選択。どうしたらここ滝が飛んでくるんだよ。マジで理解できないんだけど。奥大中かな。てか、ジェットだったら死んでたな、ほう。大ジェット相手切り得な場面だけど。まあ、ダイナ切るか、そうだったら。レアコイルは多分ナットでも見れるから。最悪それでもいい。だマジフレで突っ込んでよかったかな、そうだったら。ギャラってこんな強かったっけ？滝はいいっすよ、全然。それぐらいは全然いいっすよ。これワンチャンこっからまあジェット耐えるな。で、僕な、頬のヒットポイント多分どっかで回復できるから、雑誌に対して大魔切ればいいでしょ。そんなに問題じゃなくて。うわぁ、こう再生通したいなちょっと。挑発はいい。挑発は全然いいんだけど、それは相手さすがに間に合わなくなるから。滝。これさすがに勝ったくね。いやー本当に、ウゾウムゾウの一般ポケモンをすべて無限大で殺せるんだけどさ、ウゾウムゾウの一般ポケモンみんなダイナに勝てないって分かってるから、ダイナに勝てる方しかいないんだよね。それは非常に困りものというか、なんというか、難儀な話だね。まあこれは再生連打でいいかな。挑発。まあ別に補助技そんなに打ちたい場面ないだろうし、あと多分出したんでしょ、裏。ん？てか相手禁電？何だザシャンと何だっけイベルか。イベル出てくんのも別に構わないかな。マジフレ入れれて。ほう裏残してるから。イベル、はいはいはい。いやー、無限大な HB と HD でさ、2体使いたいな。イベルに対してはね、非常に、このダイナ僕効果的だと思ってるんだけど。で、僕これは多分切っていいのはナットレイかな。で、マジフレがイベルに通る。いや、てかね、無限大のやっぱ早いとちょっと強いんだよな。耐久ぶりのダイナに、ワンチャンを持てるっていう。それだけでもさ、全然世界違う偉さがあると思うんだけど、どうですかね。でかくなる。おかげ、先にマジフレ入んの超でかくて、でイベルダルってこっからさ、全員殺せるかもしれない制度を持ってるのやばいよな。オッケー。めっちゃ偉い。はいはいはい。相手打ったの枠か。ただ次もうちょいダメージ入っちゃうから、いや、ジェットなんだったら僕、ちょっと再生とか押したい話あるけどな。あ、身代わってもいいな、割と。
で、ジェットされて、でもマジフル入ってるでしょ。ダイマ切れて、ナット切ってから僕再展開する。それがいいか。ジェット押さないなら。あ、じゃあ挑発押さないのか。まあ、素直に一回ナットかな。まあ、最悪切る展開になっても、構わないと思いますが。相手視点ジェットどっかで押さなきゃ、ここジェットしたいと思うんだよな。オッケー、ジェットは一発さえないかな。HB だから無理かな。オッケー。ナットレが神なんよ。硬い。え、こうなった HB だよね。D に振った覚えないんだけどな。こいつに。で、守ってから、裏の再展開と。てか、砲台なんて何がいいって、イベルに熱いの。熱く出れるのがさ、いいよな。対策が困難な、イベルタル。強くて、めちゃくちゃ強くて、てか僕なんなら納得、いや、イベル別に積んでこないから、切る必要もないか、そこまで。なんなら玉ダメ稼げるし、まあそんなに悪い話じゃないかな。まあ宿り木あたりで、捨てていいんじゃなかろうか。で、これだったら、頬なんか削らずに、ギャラにはバンバン納得投げるべきだ。でかっ。なんか知んないけど、血迷ってくれたわ。ナットのヒットも大量に確保して、この場面終わりにできるね。残飯2回と宿り木、多分 1.8 回ぐらい入るでしょ。 1.8 は言い過ぎた？言い過ぎたね。 1.1 回でした。まあ持ってよくて、喋り続けてると、喉が、なんか、あ、その飲み物が飲みたいって今喉が乾くじゃなくて、なんかカラカラしてくんだよね。これ夜にさ、夜の11時半とかに撮影してるんだけど、あやたか、います。カフェインを夜に取るのマジで良くないんだけどね。壁張って鉄鋼で、あれか、10体以上できるやつか。緑茶なんか、なんかね、大学生か高校生の終わりぐらいからなんか緑茶美味しいって思うようになり始めて、好きになったね。あ、僕猫舌だからあったかい、熱いお茶ダメなんだけど、冷たい緑茶がなんか夏場とか飲んだら美味しくて、それ以来ね。あー、このイベルか。このイベルしょうもないよな。いや、たまにこれに殺されるんだけどね。上から処理する動きを、何かこう前提にゲームを考えてると。まあこれはでも、負けようがないっすね、もう。本当はね、サンダーとか、オーガを買ってちょっと、HD、無限ダイナをね、こう、あれしたかったんだけど。まあ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 。イベルト組んだらね、氷技が一貫するっていうのが、難儀なところだよね。鳳凰と組めばまあ、まあっていう感じなんだけど。それでもな、オーガがスカーフ前提で、考えてるのはどうなのっていう話はあるけど。あー、玉イベル浮かる雰囲気あんのすごいな。ダイマックスなければさ、いける感あるね。これも宿りが入ってるからさらに余裕だけど、それ抜きにしてもすごいわ。再生で、これは勝ちでしょう。早く降参しろや。回復はないでしょ。はいはいはい。これはまあ納得切って法を回復かな。ここでダイマ押す方が偉いか。まあどっちみち、どっちみちだと思うけどな。跳ね合ったとしても多分バーンバーンで押し込みに行けるのと、宿り木回復がこうなった以上は多分生きてくるかな。なんでイベルが先に動くんだって思ったけどさ、僕がしょうもないの一言で一周した追い風があったわ。無限ダイナで倒してるつもりだったんだけどね。そんなことも忘れてましたね。悪か。はいはいはい。
まあ受け6はこの辺で解散かな。ちょっと無理があったね。さすがに多分限界だと思うんだよな。誰か受け6で2100取ってくれ。1位でも2100じゃなかったけどな、前期。GG、お疲れっす。